こんにちは、春風ツアーです。今回は10月出発で札幌新千歳空港からイエローナイフへのフライトをご紹介いたします。新千歳空港を朝7時50分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。しかしながら札幌とイエローナイフには直行便がございませんので、まず千歳空港からは成田空港を経由します。そして成田空港出発後はカナダの中部の都市カルガリーに到着いたします。ここで飛行機を乗り換えてイエローナイフへと向かいます。10月は夏オーロラのシーズンがそろそろ終わりです。できましたら9月中のご出発をお勧めいたします。また航空機の時間というのは予告なく変更になることがございます。フライトの時間を含めましてイエローナイフでの夏オーロラのことでしたら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は札幌新千歳空港から10月出発でイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。